ですね、ハードウェアでニューラルネットワークしてみたってことで、アベジャーの落ち着く、はい、アベジャーの、デベロップメントディビジョンのデベロップスグループの太田アグロが発表させていただきます。そうですね、今日、自己紹介してテーマ選定の背景、モチベーションのところなんですけれどもの話をして、あとちょっとこんなことやってみましたみたいな挑戦の話をして、と最後にこうデモって書いてあるんですけど、デモと感想を言えればいいかなと思っています。で、なんかハードウェアでニューラルネットっていうとなんか FPGA とか使ったのみたいな、なんかそういう印象を持たれるかもしれないんですけれども、すいません、ちょっと先にネタバレさせていただくと、組み込みでちょっと機械学習ニューラルネットの方をちょっとどこまでやれるかなみたいなところをちょっとサーベイというか、本当趣味レベルなんですけれどもやってみたっていう感じになってます。で、ちょっと最初に言っとかないといけないなと思うんですけれども、ちょっと本当に僕、機械学習駆け出しといいますか、もともとバックグラウンドがちょっと違うところにあってですね、ちょっと最近その勉強し始めたっていうところなので、ちょっとご意見だとか、あとこうしたらいいよみたいなのがあったら、ぜひ懇親会の時に教えていただけるとものすごい喜びます。あと、ちょっとアーキテクチャ寄りの話が出てきます。で、その中でそのなんかこのアーキテクチャの話に対して、これが今おすすめとか、これがいいとか、これが悪いっていう話はちょっとしないので、あくまでもご紹介程度にさせていただければと思っています。で、自己紹介なんですけれども、なんか3年前に撮った写真なんで若干詐欺感はあるんですけれども、1994年生まれで、今アベジャーにいるんですけれども、出身は高専の方になっています。高等専門学校出身です。で、高専の時は、医療福祉工学っていうなんかの高専の中でも、なんか当時、医療系の学科で高専って言ったらもうこうしかないってぐらいのところ でなんか医療機器の研究開発をやっていました。で、具体的に何やったかっていうと、なんかこう電気インピーダンス CT って言って、こう電気なんかこうバイスがあって電極をぶっ刺して、でこう電極間で取れるなんか伝達インピーダンスからその内部の導電率分布がどうなってるんだっけみたいなものをこう逆問題として解いていくっていう、そういう問題がありまして、そこでちょっとこう、趣味程度に、趣味程度というか、ちょっと挑戦ってところで、ニューラルネットを使って逆問題解いてみたみたいな感じです。で、あとその後大学は首都大学の方に編入いたしまして、バリバリの電気電子に編入したんですけれども、結構なんかこってり半導体工学をやっていました。で、最近は1年前なんですけれども、アベジャーの方に入社いたしまして、今は、インフラ寄りのところ、アプリ寄りのところを今やっているっていう状況です。で、先ほどちょっとアベジャープラットフォームの説明があったんで、どういうプラットフォームかって立ち位置の説明はしていただいたので、ちょっとエンジニア目線で少しシステムの紹介ができればなと思うんですけれども、うちのプラットフォーム大きく分けて、4つ層があって、これどんな外部システム、どんな IoT デバイス、どんなシステムでもつなぐことができる、受け入れることができるインプットの層、例えば、IoT のセンサーもそうなんですけれども、なんかお客さんのポスとかポスデータとか、そういうのをつなぐことができます。あとアウトプットのところは、外部システム、いろんな外部システムにつなぐことができます。で、例えば業務を支援して、業務支援のシステムだとか ERP とか CRM だったり、あとうちのアベジャダッシュボードっていう、結構興味があれば見ていただきたいんですけど、イケてるダッシュボードがあるので、そこでこう見るっていうアウトプットのレイヤーがあります。で、そこで、あとうちの AI 的なロジックなしっていう、データウェアハウスのところと、あとこのアップって書いてあるんですけれども、基本的にインプットのところって結構構造化されてないデータが多いので、例えば映像だったりするんですけれども、そこの映像を解析して、ディープラーニングにかけて、その年齢だとか、顧客行動分析をするだとか、そういうところをこのアップの層がやっているっていうところです。で、僕はこのインプットとアップのところの、解析基盤の方、なんか Docker とかっていうとすごく使ってますっていう人いる人いるかもしれないんですけれども、それ Docker とかを使って分散解析の基盤みたいなところを作っています。で、なんか入社1年でちょっといろいろ使ってみたというか、仕事でなんですけれども、なんかいろいろ使ったなみたいな感じでこうリストアップしたんですけれども、なんかこうアプリ寄りのところから結構こうインフラのところまで、ちょっと DB よりインフラっていうのもあれですけれども、割とこうそういうところをいじっていったなっていう感じです。で、テーマ選定の背景なんですけれども、なんか最近、IoT って騒がれてますけれども、こうデバイス、こうネットワークにつなぐことができるデバイスがめちゃめちゃ増えてきたなっていう感じは、皆さん多分
共通認識持たれてると思うんですけれども、まあ、そんな中でそのネットワークにつながるデバイスとこうネットワークなんかこうデバイスのパケットとかをこうインターネットに出すものを支援するといいますか、こうデータをこう ネットワークの部分だとかもなんか例えばなんかソラコンウェアとかご存知の人いるかもしれないんですけど、これなんかデータ通信 SIM カードが入っていてこうなんかお手元のラズパイとかにつなげるとこうすぐこうドコモの回線とか使ってあの目的のこうサーバーまですぐパケットが飛んでいくみたいな、なんかこうデバイスネットワークにつながるデバイスに加えてこういうネットワークのデータ通信の方も進化してきたって背景があります。でこうデータが集まるようになるとこうビッグデータ化してきて、でそれを今度こう解析しようみたいなプラットフォームが現れてくると思うんですけれども、まあ、なんか代表的、まあ、ちょっと僕が今パッと出てくるものを列挙したんですけれども、 Google のものだったりとか Amazon のマシンラーニングだったりとか、まあ、まさにうちのプラットフォームだったりとか、あとこう Azure だったりとかが挙げられます。でなんか IoT であデバイスから生まれたデータをあの機械学習でさばくっていうところまで、まあ、なんかちょっとアーキテクチャ寄りの話になるんですけれども、なんか、まあ、一般的、まあ、今、まあ、流行ってるなというかこう一般的だなと思ってるアーキテクチャとしてはこうクラウドコンピューティングっていうのがあって、こうデバイスが情報を生成してデバイスゲートウェイとってネットワーク経由してこうクラウド上のサービスのところまでデータが行って、でここであの解析機械学習とかを使ってデータ解析していって、でそれをこう、まあ、もしこう制御をかけるんであればこうデバイスまで戻ってくると、まあ、なんかこういうのがこう今標準的な割とこう皆さん使われてるアーキテクチャだと思っています。でなんかちょっと例はあれですけれども、 Google 翻訳とかって、まあ、まさに、まあ、この、まあ、この図で例えるんであればデバイスがスマホで、あのここが Google の翻訳システムでこう翻訳したい文章を送ってクラウドで翻訳をかけてこう手元に戻ってくるみたいな、なんかそういうものを想像していただければいいなと思います。で、まあ、いいところユーザー視点なんですけれども、まあ、使いやすい、導入しやすい、圧倒的な可用性と拡張性の高さが、あの普通なんかこうオンプレとかでシステム作っちゃうとこう運用したりとか、あとこうスケーリングなんか明日からアクセス1000倍になるってよとかってなった時にこうなんかすごく慌てなくてもこうクラウドベンダーの責任でそこをやってもらえるとか、あとこう リーズナブルな価格体系で、そうなんかオンプレとかで、まあ、サーバーとか自分たちで用意しちゃうと結構維持費用みたいなところがかかってきちゃうと思うんですけれども、まあ、結構こうリーズナブルに使えるところとかですね。で、まあ、クラウドコンピューティングの話をしたんですけれども、エッジコンピューティングって今ご存知の方いらっしゃいます？聞いたことあるみたいな。ありがとうございます。ですね、まあもうざくっと言うと、ここでクラウドで解析をやっていたものが、まあ、デバイス寄りの方にあのデバイス寄りの方で解析しましょうねっていうことです。で結構ですね、このエッジコンピューティング解析をどこでやるかっていうので割とこう意見が、まあ、いろんな会社によって、まあ、いろんな立場によってこう意見が今割れてるというか、まあ、いろんな意見があるんですけれども、まあこの、まあ、一般的なエッジコンピューティングの感覚としてはこのすぐデバイスのそばで解析をする、デバイスとクラウドの間で解析をするっていうものです。なんか似たような概念でなんかフォグコンピューティングとか、あとなんかヘビーなんだっけな、ヘビーエッジコンピューティングとかそういう用語もあります。そういう定義ですね。で、まあ、例で言うと、まあ、さっきこうクラウドコンピューティングだ Google アップ Google 翻訳で例えたわけなんですけれども、まあ、なんか高度情報交通システムってことでなんかカメラ使ってまあ、緊急車両の運行支援をするとか公共車の優先システムを考えるみたいなところで、例えば交差点にカメラをくっつけておいてなんかパトランプ赤色がなんか赤色の赤色灯が見えたらなんか青色にするみたいな、あとこうバスなんか画像解析でバスが来たらなんか信号を優先的にそこだけ青にするみたいな、なんかそういうシステムを考えたときに交差点にカメラを置きます、解析マシンを交差点に置いてすぐその場あのエッジデバイスに近い方で解析をする、で信号機に対して直接制御をかけるみたいな、まあ、クラウドになんか映像とか画像が上がらないようなモデルになってます。で、まあ、今クラウドコンピューティングとエッジコンピューティングのお話をさせていただいたと思うんですけれども、まあエッジ、ちょっとここで僕の疑問というか個人的な疑問です。そもそもなんかエッジの方で、まあ、エッジとかまあデバイスでなんか機械学習動かせばなんかそもそもクラウドってなんかいらないんじゃないかなとかいろいろと思って
じゃあそもそもなんかエッジの方で機械学習ってどれぐらい動くのかなっていうのがなんかこうモチベーション、そういう疑問がこうモチベーションになってます。でなんか感覚的にラズパイとかスマホぐらいの性能だったらなんかこういろんなある程度こう実用的な機械学習をかけられそうなイメージがあって、まあ、だけどこうピックとかアルディーノなんかこうピックとかアルディーノってわからない方いらっしゃいますか？あ、消す。ちょっと雑で申し訳ないですけど、ググっていただければすぐ意味ないっすよ。あのなんか、なんて言えばいいんだろうな、なんか小型機器の制御、なんか制御向きにこう開発されたもので、例えばこうモーターの晴天逆転とか LED つけるつけないとか、そういう単純なコントロールをするため の CPU だと思ってください。でそれをこう使いやすく誰でも使えるようにしたのがこうアルディーノみたいなものです。でなんかこうアルディーノとかフィック、まあ、今回フィックなんですけど、フィックで手書き文字認識できるのかなっていうのってちょっと挑戦してみました。作ろうとするものはキーパッド、まあ、5×5 なんですけれども、ちょっと後で懇親会の時にお見せできればなと思うんですけれども、まあ、5×5 の画素、まあ画素っすね、 5×5 ですけど画素って、まあ、一応定義しますと、この画像をこうデバイス、ピックに読み込ませて、でなんか例えばこう数字を0って書いたら、あ、ごめんなさい、5って書いたらなんかブザーとかブザーが5回鳴るみたいな、こう手書きでキーパッドで手書きしたものを認識してこうなんかアウトプットとして出すみたいな、なんかそういうモデルをやってみようかなと思いました。で、なんかピック、皆さんちょっとイメージわからないと思うんで、どんな性能持ってるのかってことでちょっと書いてみたんですけど、クロックとしては40メガヘルツくらいです。なんか一般的な CPU が2ギガとか3ギガとかあるのに比べて、まあ、40メガなんで、まあ、ギガとメガの違い、結構なんか100、もう数百倍から多分数倍やったらなんか数千倍とか違うような感じです。あとラム、まあ、CPU が使えるメモリの領域がなんか8キロバイトしかないです。なんかよく皆さん何十ギガとか使ってこう機械学習するケースがあると思うんですけれども、なんかもう本当に8キロしかない状態です。でプログラム、なんかこう定数とかも合わせて32キロバイトぐらいしか吹けないです。でもただ、まあ、1個200円ぐらいで入手できるものです。でなんかニューラルネットの話は、飛ばします。で今回、マイコンの方で、今回キーパッドなんで 5×5 なんで入力層、まあ、インプットの方は25個、25次元のベクトルがあります。であと、まあ、その手書きの文字、まあ、数字、今回数字を使ったんですけれども、数字認識ってところで0123456789でこう10個をこう識別するところでこう出力のベクトル10個、 10次元にしてます。で間でエラーの関数には、誤差関数には MSE を使っていて、ここら辺の活性化関数にはシグモイドを使ってます。でここ N=18 って書いてると思うんですけれども、なんかここ少ないなと思われる方いらっしゃいますか？多いなとか少ないなとか。実はですね、まあ、結論から言うとここ18にはしてるんですけれども、だいぶこう表現力が落ちちゃってですね、割となんか学習がうまくいかなかったりとか、文字が認識できなかったりとか、そういうことが今起きてます。で実はこれ N=この25、18、10のモデルで、実はですね、これマイコンのピックの開発か、ID なんですけれども、もうメモリーをですねほぼほぼ使ってしまってですね、もうこれ以上層を増やせないという状態になっています。なのでなんかよく何百層とかここにコンボリューションの層を入れてとか、結構いろいろやってる、ティピカルなパターンがあると思うんですけど、まあ、だいぶなんかそんなリッチなことができないな、このプロセッサー上だとリッチなことができないなっていう状態です。で作ったものとしてはこんな感じで、このキーパッドがこれです。ここになんか文字を、数字ですね、ごめんなさい、数字を書いて、このボタンを押すと、ニューラルネットの方10方向が計算して、ここに表示されるか音が鳴るかみたいな感じになっています。で、まあ、感想としては、まあ、まずこうピックでニューラルネット動いてよかったなっていう、まあ、ちょっと感想なんですけど、すごくぶっちゃけ遅いです。バックプロパゲーションで、なんか例えばパソコンで10秒かかるものがマイコンでやると、もうなんかいやぶっちゃけ1時間ぐらい走らせてるんですけど全然終わらないような状態になっています。ですね、まあちょっと
簡単に雰囲気だけお見せできるかなと思うんですけれども、今これがですね、パソコン上でニューラルネットの学習をする様子なんですけれども、これエラーの、遷移が出てきます。でこれ今なんか本当は10ぐらいまであるんですけど、なんか数秒で 0.001 ってい う僕が目標として定めた値なんですけれども、こうすぐ落ちてエラーが落ちていくことが分かります。で一方でマイコンを使った方が、これ実はもうこの LT が始まる前から走らせてるんですけど、まだですねめちゃめちゃ遅くてですね、こんな感じです。さっき10が10ぐらいのエラーがこう 0.001 まで一瞬で落ちたと思うんですけど、LT 始まるときは 10ぐらいだったんですけど、まだ 0.5 ぐらいで踏ん張ってるみたいな。でなんか結構なんか値が下がったり上がったりしてるんで、やっぱこうなんて言うんだろうな、まあ、ちょっと層レイヤーが足りなかったかな、隠れ層のレイヤーが足りなかったかなみたいな、うまくちょっと学習ができてなさそうな雰囲気があります。まあ、ただでも一旦ニューラルネットの学習と順方向の計算っていうのはできるようになってます。であとなんか隠れ層が若干足りない感があって、こう 5×5 の認識タスクに対してこう十分なネットアクセスが今できてないっていう状態です。でまあ本当にこう僕の感覚としてはなんか 5×5 の認識ぐらいできるっしょと思ったんですけど、なんかあまりうまくいってないです。でこうなんかプログラムのメモリーとかが少ないんで、なんか例えばこうパソコンで学習データ生成しても保存マイコンの中で保存が難しい状態です。なのでなんかこう解決策として今考えているのが、こうなんかストレージを外付けするみたいな、学習データ保存用のストレージ付けるか、なんかこう学習データをなんかこうモデムをなんかプロトコルの設計してあげて、ピックが起動するとなんか特定のところからこう学習データを引っ張ってくるとか、なんかちょっとそういう注入の仕組みみたいなのが必要になるなって思ってます。であとなんかこうメモリの使用量を減らすってところのアプローチなんですけど、なんかバイナリーに今こうダブルでやってるんですけど、こう0、1のバイナリでニューラネットしてあげるとか、あとこう畳み込み層を入れてパラメーターを落とすみたいな、みたいな感じです。でなんかこうやってて思ったのが、なんかこうクラウドの計算がすごく恋しくなってですね、なんかこう今まで結構僕たちが扱ってた計算リソースってこうマイコンから見たらもうほぼ無限のように見えるわけなんですけれども、なんか結構なんだろう、クラウドで当たり前のように計算してたのが、なんかこれやっててすごく尊いことなんだなってま感じたっていう感想です。以上です。発表ありがとうございます。そうですね、エッジコンピューティングのエッジにこっちは重きを置きすぎて、そうですね、そうですね、やっぱそのやっぱそのクラウドっていう環境すごく大きいんだなと思いました。はい、そうですね。じゃあ誰か質問がある方とかいらっしゃいますか。なんか、これを利用して、学習するにはちょっとなんか無理があるかなっていう素人ながらにやっぱり思っていて、ただ何かそのチップで、ちょっとニューラル系は多分無理だと思うんですけど、機械学習系をなんか取り込んでいて、何か、サービスにつなげたり商品、200円っていうコストがすごい魅力的だなと思っていて、なんか何かやっていてこんなものに別に別途用途で使えるのがあるなみたいなのがあったら教えていただきたいな。すごくなんかザクッとした僕のアイデアなんですけれども、なんかこうなんかパターンのある音とか、なんかこう何次元、僕も25次元の例だったわけなんですけど、例えば5次元とか、なんかこう5次元とか10次元ぐらいで表せられるようなパターンとか、なんかこう なんて言うんだろうな、こう音のリズムを分類するとか、なんかこのリズムが来たらなんかこうアクションを起こすみたいなものがこれで作れるんじゃないかなと思っていて、なんかでも25次元でこれなんで、もっとこう入力のベクトルとこう出力のベクトル下げ次元下げてあげないといけないわけなんですけど、なんか音の検知とかできそうだな、リズムの検知、一回叩くとなんだろうな、普通に制御構造でやれよって言われたら終わりなんですけど、なんかこう2回叩いたら電気がついて、3回叩いたら落とすとか、だからそういうのできるんじゃないかなみたいなことは思っています。ありがとうございます。他に質問がある方は、他の企業のなんか IoT のプラットフォームでちょっと聞いたのが、なんかそのエッジコンピューティングをそれこそやるっていう感じで、その全てのデータ IoT で取ってきたデータをそのままそのクラウドに流すんではなくて、ある程度その手前のエッジコンピューティングのデバイスの方でその必要なデータだけを切り出してきて、でこの抽象化し終わったデータをこう流していって、でその実際にその IoT の大きい
や計算で計算したやつをまた戻してきてっていうのをやるって言ってたので、はい、まあ、これもその感じで、まあ、こっちはそのちょっと計算コストが大きすぎて回ってないですけど、はい、それのこううまくトレードオフっていうかしっかりやっていけば、まあ、面白いんじゃないかなと思って、ちょっときついですね。そうですね。あとはなんかやっぱり目的に依存するかもしれないです。そこに関してはやっぱ向いてるとこと不向きなところが明確に分かれてる。ありがとうございます。今回のためにそのハードウェアは一から作ってくださって。趣味室完成します。はい、どうぞ。 W とかって何ですか？ W 重みですか？ですね、ダブルス8バイトでやってます。ちょっとこう下げて、その分広げてあげるとかすると、今日実はちょうどその上限いただきまして、そうですね、ユニット数だけ増やしてもうちょっと上限高められるのかな。結構組み込み系だとリソースが足りないってよくある話なので、とかもう性能が結構出てるような学習の機器に対して重み量子化して性能ちょっと下がるけど軽量にしてあげるとか高速化するとかってよく聞くので、フロントに変えるぐらいならすぐできそうです。そう、効果的で、なんかすぐベルティオとやりたいなって思います。じゃあそうですね、講習会もこの後あるんで、その時にまたそのお話とか、また実装もう終わりましたっていうかもしれないです。あの太田黒さんに期待して、じゃあありがとうございました。